ベルント・ヘルツェンバインはドイツのサッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。高校卒業後、1967年にアイントラハとフランクフルトに入団すると、1981年に退団するまでの間にリーグ戦420試合に出場し160得点を記録した。得点数はクラブ歴代最多記録である。 この他にも3度の DFB ポカール優勝、国際舞台においても UEFA カップ1979から80優勝に貢献した。1981年に北米サッカーリーグのフォートローダーデールストライカーズへ移籍し、ゲルトミューラーとチームメイトとなったが、北米の気候に体が合わず怪我に悩まされるようになった。フォートローダーデールとの契約終了後は西ドイツへの 帰国を検討したが、メジャーインドアサッカーリーグのメンフィスアメリカンズとバルティモアブラストでプレーをした。1986年1月にオーバーリーガの FSV ザルムロア移籍をしたが、ザルムロアでも在籍期間中の多くは怪我を抱えたままプレーをし、1986年6月18日に行われたブンデスリーガ2部昇格プレーオフ。 キッカーズ・オフ・フェンバッハ戦への出場を最後に現役を引退した。西ドイツ代表としては1973年10月10日に行われたオーストリア代表との国際親善試合でデビュー。1974年に地元西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出され、二次リーグからライナー・ボンホフと共に スタメンに定着すると6試合に出場し、優勝に貢献。決勝のオランダ代表戦では、前半25分にドリブル突破から相手 DF のビムヤンセンのファールを誘い、PK を獲得することに成功した。1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの代表をメンバーにも選出され3試合に出場するなど、 国際 A マッチ40試合に出場し5得点を記録した。1986年から1987年にかけてビクトリア・アシャフフェンブルクの暫定監督を務めた後、1988年秋にフルスのアイントラハとフランクフルトの副会長に就任。就任当時のフランクフルトは会に低迷していたが、ウーベバイン、アンドレアスメラー。 アンソニー・イエボアラを補強し1990年代初頭には優勝争いに加わるチームに育てた。1994年に副会長を退任後は1998年まで同クラブのスポーツマネージャーを務め、2004年からはスポーツコンサルト兼スカート部門の責任者を務めている。また、2006年にドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップでは、 フランクフル都市の大使を務めた。ヘルツェンマインは、ライブを得意とする選手とみなされており、同年4月11日に行われた、DFB ポカール準決勝のバイエルンミュンヘン戦で、PK を獲得したプレーについて、バイエルンのフランツ・ベッケンバワーは恋によるものと、主張した。ワールドカップ決勝でのプレーについてヤンセンは、ヘルツェンマインにタックルを仕掛けた際に足に触れなかったと、主張した。 一方、ヘルツェンバインは DFB ポカールでのプレーについては、相手の明確な反則であり、双方のプレーについて因果性はないと主張している。ありがとうございます。